試合始まりました。チロ対あチロじゃねえよと、まあさあ始まりました。始まりました。はい、チーム紹介お願いします。チーム紹介、手前のチーム、何チーム？チームブレイド。今回ブレイドで出たの？いや違う、チロ。チロ、え、名前なかったよ。あ、そう、チロに。あ、じゃあブレイドで。事務紹介、まあいいか。うん、ビデオ係の人、あれ、ホームページ見てください。トモキ頑張れ、トモキ。え、何？俺がテロップで入れろっていうチーム、誰だ結局それ見てやるっちゃろ。いや、まあそうよ、名前聞こえなかった時もある。そうよ、そうやけども。いや、でも分かる人のかけよ、まあ。いや、てかね、正直ね、さ、あの動画始まったすぐに名前言ってほしい。試合始まりました、撮影者松井和明ですってやろう。いや、お前の名前いらんわ、需要ねえよ。おー、うまい。あ、下手い。いけだまあ、ババッとチーム紹介。手前コート、前衛のレフトから時計回り、竹下さん、抹茶さん、ジャスさん、咲さん。向こうのコートがレフトから、友木、池田、アンジュさん、リノです。わーおー、ノーブロックや。友木さんのやる気が感じられません。リホさん、珍しく喋ってる。リホサーブ入れろや。誰が打った？動画見てることを祈ります。ノブロック。なんかこの今のオレンジのチブキのデザインしたのが今の4年生なよね、多分。うん、で、なんか色の案を出してるときに、うん、アンジュさん一人だけなんか枝豆色みたいな枝豆色を押しとって、うん、なんか一人だけずっと枝豆色って言いよったらしい。緑ってことね。いや、枝豆色どういう枝豆によって色変わるけど、ライトグリーン。いや、違う、枝豆色で、な、枝豆色って言ったら緑やろって。いや、枝豆色ってずっと言っちゃう。何色がいいかな、俺は。いや、本当に色が残ってね。真っ赤がいい。真っ赤、あれはピンク。ピンクやだな。いや、枝豆色。あと紫とかか。あ、黒も違うよね。なんか白 T でわざわざ着るので黒は。そうやね。で、カラフルな方が遠くからでもわかるけんね。シュ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 。登録対4でチェンコです。あ、画面外で小太郎がダンス。君は一人さえない顔してるね。そうだ、君に見せたいものがあるんだ。トモヤさんおるやん。あ、トモヤさんや、トモヤさんおるやん。トモキさん、トモちゃん、ギリギリですね。ボールボール、シュシャザーネコは来るわ。いつもいつもしながら夢見心地で池田さんのスタッフ間違えた、あんた強引に行く。お前の間違い、君は随分忙しい顔してるね。なんか赤なのに青っぽく見える。ありありあり。
前それはないぞ、りょう。もう池田さんかもやね。遊ばれよ。普通に打てるのにあえて当てようみたいな。わお、さすが。トムキさん、さすが。なんかトムキさ、軽く飛んでる感じあるけど、綺麗。そうだ。でもそれが逆にいいかもしれない。すごいね。力入れないで。何今のフラッグ。手伸ばさんで飛んでて大丈夫。あのトモキがニトリで鍛えてんだろ、トモキ。昨日もバイトしたんだろ。あー、狙いすぎた。と7対13でチェンコです。竹下さんの方が勝ってます。トモキたち、これ負けたら2回負けたことになるな。戦術が厳しくね。飛ぶ。わお。飛ぶ。バッキュン。わーお。でもこのネットなら俺も打てそう。期待しとくよ。いや今日俺なんかこのコートだなら打てる。このコートが一番低いんじゃない？一番低い。あ、やばい、ボール。さっき喋ってましたね。やってました。あー、喋ってやってください。カズアキが持ってするけん。おいでって言ったんですよ。けど、いや、なんか、って言ってます。そうです。声が入る、声が。声が入る。声でかかった。しばこさんがちょうどないんですよ。あれ、お前、彼女どこ行った？めっちゃいじられる。めっちゃいじられる。7点線。もうローブロックやん。さっき飛んで頭伸ばして手出しました。フェイントじゃない、フェイントじゃない、あれ謎。意味わからない。何時ぐらいかな、それ時計わかるっけ。あー、わからん。12時ぐらいか前ぐらいじゃない、まだ。そうだね、集合時間早かったもんな、あの子。これ7試合目8やん。8かな、9やん。9。おお。
祈り俺ら12やったっけ、いや13じゃなかったっけ、いや14やったかも、あ14終わりました。18対10で竹下さんが勝ちました。バイバイ。